花尾慶郎の音楽魂。はい、こんにちは、金谷義郎です。1週間ご無沙汰いたしておりますが、もうそろそろですね。今日はなんか雨、昨日もちょっと雨、雨模様でしたけども、雨が降るとちょっと涼しい感じがしますけどもですね、あの今年ね、もうクーラー僕つけなかった。うちもつけてないよ。そうでしょ。真子さん、早速ご紹介しましょう。高橋真子さん、どうもどうもこんにちは。はい、ねえ、ね、あの真子さんもあんまりクーラー好きじゃないし。好きじゃない。僕も慣れたね。慣れた、うん、横浜にいた頃は、うん、あの結構風が通ったり、はいはい、緑があったりするので、うん、結構なくても、うん、割と平気だったんだけど、東京はほらビル自体暑かったりなんかして、うん、あのちょっと大変だけど、ね、アスファルトで、そう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 、ね、だからでもなんかね、もう馴染みましたけどもね、うんうん、あのでも体はね、いいのかもね。汗はかくんだけど、大体、うん、夏は汗かくのは当たり前だ。当たり前です。で行水をね、なんか1日3回ぐらいやるんですよ。行水行水いい、ね。ということでね、松下としみさん、はい、こんにちは、はい、こんにちは。いかがですか。あ、誰か来た。久しぶり、あのね、いろんな、ね、方がね、このスタジオはね、遊びに、ね、あの来ていただける松下としみさんですけども、松下今言いました。松下、松下、松下としみです。はい、松下としみさん、はい、って言えなくなっちゃったね、なんかね、最近回ってないです、ね、うん、回ってない、ね、はい、どうですか、なんか咳が、うん、なんかね、うん、風、咳込んで、風なのかな、なんか一回咳すると止まんなくなってね、うん、もう大変なこと。いいお医者さんいるから今度紹介しますよ、ね、今日ね、波動で直す、ということでね、今日お客様もねいらしてまして、ね、まず紹介しましょう、ね、あの金子さんがまたね、来ていただきましてですね、あの金子源一さん、あのこのオンエア、音源もね編集していただいてますけども、サラズバンクのね今日お二人で、純子さん、純子さんと、どうもどうもどうも、こんにちは。あ、こんにちは。あの今度ねゲストでね時間がある時にね入っていただきたいと思いますけどもね、早速今日のねゲスト誰よ。今日ゲストじゃない。誰か入ってきたけど誰よあなた。お久しぶりでございます。え、な、久しぶり、ひでちゃん。ちょっと、花粉持ってきた。はい、持ってきましたよ。すごい。それはそうですよ。急に来たね。生きてたの。生きてました。嘘だ、びっくりする。2年ぶりぐらいですよね。ねえ。もっとじゃない。うん。痩せた。本当。あ、なんかやって、じゃあ。急だけどいい。いや、曲に合わせます。ということでね、今日のね、スペシャルゲストっていうことでね、昔からのね、友達、横浜市内の友達、はい、山哲さんです。はい、よろしくお願いします。久しぶりやね。そう、ね、7、8年、そうそう。7、8年ぐらい会ってないよ。それで、まあ横浜にいる時はね、横浜20年ぐらいいましたけども、その当時からね、よくグッピーっていうね、はい、ライブハウスがあったんですよ、はいはい、老舗でね、もう45年ぐらいやってね、うんうん、あそこで会ってたりとかね、寿町のフリーコンサートね、夏のね、暑い あそこで出てたよね。出てました。どれぐらい、俺が出るちょっと前、前まで7年間。俺も7年。あ、同じやん。ね。あれ、すごかったね。あれ、日本じゃないよね。大好きやった、あれ、俺。ね、寿振り込さってあって、あれ、よくね、ずいぶん前は、ちぼさんとか、横浜のパワーハウスのね、ちぼさんとかね、うん、出て、あと、だんだん、ことぶきっていうバンドとかね、ことぶきも何回か来てくれて、そう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 、ことぶき、ナビちゃんのね、ことぶきもよく来てて。そういうね、久しぶりに僕は山手さんと会いましたけども、生まれは北九州やろ。小倉です。ねえ、小倉ね、生まれの玄関。ひどいとこよ。ひどいと俺そんな福岡だからさ。でも気が荒かった、やっぱりみんな。ねえ、うーん、もうでもどれぐらい前に出てきたの。もうでも来て40年、39年。
39年向こう18年しかおらんかった。そうでもそうなん、でもやっぱ向こう思考言語が九州弁やけ。俺だって24でデビューしたから、それまでずっといた九州いたから、もう身も心も九州。そうそう、俺もそうよ。何年よってもダメで、バンドで合宿でさ、レコード会社借りてくれてマンションに、三軒茶屋のマンションに住んでた。でもさ、その中でみんな九州じゃない、マネージャーと6人で住んでたから。いやでも結構広いマンションだったね。でもやっぱちっちゃな九州だからさ、言葉がもう取れんわけよ。その中も九州だ。リトル九州。リトル九州を作ってた。三軒茶屋のリトル九州ね。ね、相手がおらんな、ならんのよね、九州で。あ、そうや、ね。日頃はもうバリバリ標準語や。普通やろ、横浜の人ですかって言われるの。そうやろ。でも、まあ俺と飲み酒飲んだりするもんね。もうそれこそ北九州弁が地位が出るもんね。地位が出るね。と、うん、いうことでね、アルバム出しました。これ早速ね、はい、これ Z っていう、はい、あ、こういうどういう風に見たんだ。攻撃です。あ、こういう風に。この絵はあのグッピーによく言った田沢って知らんかね。田沢君知っとるよ。田沢の絵なんや。マジで。田沢去年亡くなったんやけど。本当。最後にお真似で出すぞって言って、その田沢。あ、そうなんだ。あ、田沢君ってお友達ね、いてね、よやっぱりよく飲みてみば飲みてみたばっかりね、みんなね。これすごい、あ、素敵な絵ですねこれね。そうですね。何枚かも酔っ払った人に送ってきたから、いっぱいあるから2枚目も田沢の絵で出そうかなと。本当。そうかそうか。そしたらね、この中から1曲聴いてみましょう。まずね、はい、これいつ発売になりましたか。もうちょっと前に。7月の初め。7月の初め、うん、まあでも出たばっかり。そう、出たばっかりですね。これちょっと聞いてみましょうか。3曲目タイトルなんですか。コズミックメイトって曲を、yeah. Yeah. お前はお前の、俺は俺の、裏返しの中で叫びをあげろ。俺はここにいるだけさ、平石のよう。
はい、ということでね、ロックですね、これは何、ロックです。今日は、山鉄さん登場です。 Z ですかね。はい、Z です。 Z ジェットじゃない。ジェット、俺九州弁なら九州だって。少年ジェットや。少年ジェット、それジェット、それジェット、フェアレディジェット、ジェットジェット、ジェット、トムとゼリーよ。違う、ゼリーや。それ俺だ、いまだにわかんないんだよね。トムとゼリーなのに、ない山田さんも、もうないか、そうでもない。ああ、もうなりすましてな、東京人になりすまして、本州一番近い。ああ、そこは違う。ということでね、これ素晴らしいアルバムですけどもですね、これ僕もね知ってる、あの田沢くんの絵、これ表も裏もね、あのこれ思い出になりますよね。田沢くんね、ちょっとお亡くなりになりましたけどもですね、本当にこれはすごいね。今これはちょっとファンキーな感じよね。うん、そうですね。いろんなのがアメリカンロックも入ってるし、ディスコも入ってるし、へえ、もう思いついたこと全部やりました。いやでも相変わらず声がやっぱ通るよね。先週もね、諸岡賢治、はい、もうちょっとね、オラブ、うん、オラブっていうか、あの彼もちょっと声ハスキーなんだけど、声質としてはそのロッド・シュワーツとかね、ああいう風な声質なんだけども、通るんだよね、うん、あれ通るか通らないかで決まるよね、うん、あのハスキーでもね、自分じゃ分からんけどね。ね、そうそう、あのどうですか、長いこと横浜で活動して。かまいいっすよ。俺もいいと思ってね。最初来た時が本当にあの、うん、ライブハウスが1軒グッピしかなくて。ああ、そうかも、ね、まだセブンスもできてなかったし、うん、なかったね、シェルガーデンもなかったから、うん、あそこしかなくて、うん、で、ああと思って、うん、入り浸って、うん、でバンド見て、悪態大したことねえなとか言って、大体ね、おらんやろ、ばっかりながら酒飲むわけで、あー、あれ大丈夫だ。マスターにもう来るな、お前もう来るなって。俺歌ったらすごいんぞ、はいはいとか言われて。なるほどね。そんな感じです。今日はね、あの山鉄さん登場でね、僕も久しぶり会って、いきなりもうあの生本番になりますけどもですね、はいはい、懐かしい感じがねしますけども、ファックス来てますか今日は。あ、メール来ます。はい、メール来てますか。金ちゃんから来てますよ。金ちゃんというと、ふかふかの金ちゃん、これは須賀川ですね。ふかふかというと、はい、福島県須賀川市。はいはい、こんにちは、吉郎さん、誠さん、としみさん、そして山田さん、はい、キキさん、うん、ゲストの山鉄さん、はい、初中お見舞い、はい、というか残暑見舞い申し上げます、はい、この猛暑の中、私事ではございますが、陽性祖祖の父母の故郷、うん、長崎島原へ10日ほど行ってきました。あ、それよかったね。10日間も行ってたんだね。すごい。金尾吉郎生誕の地、直方も2度ほど車で通りました、うん、思ってたより大きな町でした。かっこ笑い。恩賀川とね、あの福知山しかないようなとこなんですけども、まあ、あのただそれだけなんですけども、昔石炭をね、あの川の中から川で、あの船で運んでて、でその町にあのイチョウの木を目印にね、大きなイチョウの木があるんですよ。でそこにこう船着き場みたいな、で止めて運んでた、あの要するに跡がありますよね、そう、形跡がね。そう、それぐらいしか、まあ、なくて、あと商店街があってね、思ってたより大きな町でした。繰り返します。旅の途中、車で仮眠して起きたら、バッテリーが上がってしまってたり、ほうほう、ヒッチハイクの学生を広島から京都まで乗せたり、珍道中でしたけど、なんとか昨日無事に我が家にたどり着きました、はい、そうですか。先週の音楽魂は長崎で聞きましたが、うん、ゲストも長崎出身の諸岡賢治さんだったせいか、そうですね、ノリノリトークでとても川崎 FM、はい、FM だとは思えず、うん、長崎の地元ラジオ放送だと妖精の父母も思っていたみたいです。3741キロ、うん、みな良い旅でしたが、大変だったね、朝一で福島を出発すると夜には九州の地に立てることも分かったし、うん、道中何度もお二人の CD を聞いては音楽の素晴らしさを再確認するまさしく音楽魂の旅でした、うん、リクエストはできれば吉郎さん、誠さんが初めて作った曲を前から聴いてみたいと思ってたので、一節だけでもいいですからよろしくお願いいたします。
まだまだ猛暑が続きますが、子どもの頃の夏休みの気持ちで猛暑をエンジョイしましょう、はい、だから自分で初めて作った曲はどんな曲か聞いてみたいんだって、はいはい、あ、そうですか。まず今日ゲストの方がいらっしゃるんで、山手さんあのすいません、初めて人生あの金玉の時にね、あのゲストいらっしゃらない、まあ、来週もリエリー金平さん、うんうん、もうずっと九州つながり、九州特集になりますけどもね、その次はね、もしできなかったらその時にご紹介、そうです、ねね、するっていうことで、はい、思い出してみて、いいよ、何を作ったの、いや、思いすぐ思い出した、あったかな、これ、これね、最初作った曲はね、生まれて初めて、うん、生まれて初めて、夢から覚めたらっていう、おお、いい曲だね、うん、なんか、ね、大学知ってる。ちょっと間違えた。3つ以上。いや、今よりもコード知ってたね。てたね、うん、昔は結構知ってたんですよ。ほら、もうまこちゃんがすっとね、すべてを打ち消すから、ね。ということで ね、うん、これが初めて。素晴らしい。またね、今度はゆっくり歌いましょう。うん、で、今日山手さんね、なんか、ね、生演奏、高橋まことさんとね、二人でなんかやってみますか。フーチークーチー行ってみますか。昔、はい、ブルースバンドやっしよったんですよ、このバンドの前。あ、本当。そのブルースなんとかカーニバルかな、なんか新人オーディションでね、優勝とかして。あ、そうなの。そうそう、元々ブルースやつ。野音に出してもらってね。ここにヤオンであれ C ナンドロケットがおって、ここに、うん、ここに湯感があって、こんなやつやっと。でもうブルースバンドやけどずっとブルースやないけんみたいな感じやったけど、うん、自分の言葉がええかなと思って、うん、これにインチキな詩を乗っけて、あ、フーチークーチーマンに、そうそうそう、で、あ、フーチークーチーマン、あの工事大内もね、自分で歌詞作ってる、絶対自分の言葉で歌ったからええと思う、うん、おいとお前九州男児とーいねえ、あの面白いね、あれもね、卵焼きしやみたいなねそんなんがいいよえ、それちょっと行ってみようか、やってましょう、はい、うん、俺が生まれる前に占い師が言った、そいつは産んじゃダメだよ、みんな不幸になる、だけど生まれちまった母ちゃんを蹴って、そしていきなりブルースを歌ってた、昆虫の駅へ、エビバディのザキュー、
父は俺を呪った、兄貴は俺を恐れた、じいちゃんはあの世行って、ばあちゃんは泣いてばかり、ダチはガス缶くわえ、彼女は首をくくった、せばいいのに女に惚れた、心臓が止まるまで、お前とお前と愛して Don't you know Everybody knows that you山鉄オラブフーチークーチーマイね、まあ大体九州の人オラビアが多い、ね、オラビア秀ちゃんも久しぶりに来たのにすぐできるね、ありがとう、うん、ありがとう、よかったです、うん、お挨拶終わりました、いや本当マジで元気だった、ええ、うん、ね、どうちょっと仕事が忙しかったもんでちょっと時間帯が合わなくて、うん、あ、ほんと、はい、あ、そうかそうか、じゃあ来週から、うん、あ、もうこれからちょくちょく来ますね、嘘、はい、マジ、はい、ほんと、ええ、来ますよ、で俺が好きなの好きですよありがとう、いやびっくりしたよ、だからね、うん、あの俺心配してたのよ、なんか元気かなとか思って、だから一回 LINE 入れたんだよ、あ、そうなんですか、うん、なんか世間話してるみたいな返事がないからもうあ死んだかなとか思ってたんだけど、いや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 、あ、本当ということでね、今日はね、あの山鉄さん、Z のね山鉄さんですけども、はい、このバンド編成っていうのはどういう感じになりましょうか、スリーピースです、ドラムベースギター、あ、いいね、もうずっとこれ、いいね、これが一番自由で、グランドファンクみたいなね、グランドファンク大好き、好きやろスイートログランドファンクなんかまあ世代的にね、ロックの俺たちもすっごいロックやったね、俺だってね高校の頃はね、あのかぐや姫歌ってたわけ、あ、ね、あ、山田パンダのほら弟さんと俺一緒になんかちょっとやってたりしてマジで、それであのまだかぐや姫そんな知られてない頃さ、あのみんな知らないで高校入ってるセッペリンやってたから、ね、もう節操がないというかまあでもねそういう時代でしたよね、何でもやりたかった、うん、そうかそうか、で今はあれですか、そのどういう感じでライブやってますか、今はあの元グッピーのクラブセンセーションが、はいはいはい、まあ、よくやってるところ、そうですね、そうかそうかそうか、また今月は26日がその元グッピーのやつとか全部ワンサー集まって、あ、そうなの、塩屋さんを囲んで、あ、トンベイさん、はい、ほんと、俺観音崎に行ったのよ、あ、行った、たけしと、あの、僕かの、うん、
ですごい楽しかったよね、あのお店で、ね、俺もちょっと行ってます、行ってるでしょ、うん、海のね、うん、あそこいいね、観音岳の塩屋さん、田舎のおじいちゃんみたいな、また来いよとか言ってね、そう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 、田舎のおじいちゃんみたいな、そうそうそう、なんかね、いい、あのグッピーのマスターがいてね、うん、僕もすごいお世話になってたんだけど、やっぱり頑固だけど、うん、なんかあの変わらないよね、変わんない、なんかなんかね、うん、だからまあ時代も変わってそういうお店ももうちょっとなくなってしまったんですけど、まだね変わらない友情がねまだ残ってるんで、あの僕も行くとねちょっと昔に戻りますけどですね、今日は山手さん、それで、それがグッピー、あグッピーのクラブセンセーションになりましょうか、はい、それが8月の26日、はい、あ土曜日ね、はい、それはみんな集まるの4、5バンド、6バンドぐらいかな、本当、それ定期的にやってんだみんな、横浜、ま、ね、その年に何回か、ま、パーティーは年に1回必ず夏のこの時期にみんな元気って集まって笑って、うん、でな昔の出てたバンドがいっぱい出てる、どういうバンドで、スタンピードとか、スタンピード懐かしいね、青木の青木の西表山猫とか、ああ聞いたことある、うん、へとか、あそうなんだ、うん、へえ、そうかそうか、また今度俺も勝ててよ、あもちろんそう、ね、オラブとばっかり集まってもね俺オラブの最近ちょっとね控えてるの、ああの高橋誠さんみたいにこうささやくように歌うと女性にふっとこう控えきらんのよねいやでもまあね、うん、あの元気な証拠ですけども、はい、山手さんのね、曲もちょっと聴きながら、うん、どうですかね、東京でライブやるってことはあるんですか、ありますね、今決まってるのは11月に神田の障子丸、うん、えどいつですか、11月の12日やったかな、12日、神田、うん、ほうほうほう、モジョクラブのドラムの障子丸さんの店、あそうなんだ、誘われたから行こうかな、そうなんだ、そうかそうか、それは11月の12日日曜日です、神田障子丸、はい、ほうほうほう、なるほどね、まあ、いろいろあの横浜っていうのはこう動きやすいし知ってるかもしれないけど、いろんなところでね、で僕もね横浜ちょっと離れちゃったんだけどもね、そうそうそう、エディさんがね俺この間ここだけの話なんだけどっつって言ったらさ、本番始まってすぐその話したからね向こうでゆずさん、もうほんとここだけの話ですけどもねっていう話を、本番始まったらちょっと最近見ないけども、あそこの飲み屋行ったらいつもいたんだけども、なんか引っ越ししたらしいじゃないとかさもうほんとにエディさんもね、もうちょっとね、あのでも横浜はいいよ ね、うん、いいね、今でもやっぱりほらスペースがね、いや俺たち俺北九州とかさ、うん、やっぱこう川とか海がちょっとあったりするねそういうことだったらやっぱ懐かしいよ、ね、うん、でも横浜音楽事情というのもある今、あの若いやつは頑張ってますね、あそうなんだ、うん、もうずっと20代とかもね、うん、みんな、まあ、そうなんだ、そう若い子バンドがいっぱい出て横浜に、うん、はは頑張ってますよ、でも九州はねすごいバンドいっぱい出る、あの未だに、まあ、昔チューリップとか、まあ、俺昭和とかで歌ってたけど、うん、まあ、火炎隊チューリップとかね、ああいうあと明太ビロックバンドのね連中とかも出た時代があったけども、その後もずっとそれがね、まあ、椎名林檎とかね、うんうん、そういういろんなミーシャとか、まあ、いろんな人がまたこう出てくるよね、今若い子もどんどん、あ育ち、うん、横浜は同じ港町でも福岡はね、やっぱまた違うんだよね、あの蹴落とさないから、なんでかっていうと、あのどんなジャンルでもみんなで応援するわけですよ、あのジャンル別でこう分けてブルースだったりロックしかない、あの応援しないみたいな感じはあんまりないわけですよ、いいですね、それはどんなミュージシャンでもみんなで応援する、出る人はね、その代わりほら俺たちが出てくる時は外国に来たような感じで来てたじゃん、東京に外国や、ね、言葉も違うし、もう戦う気で来たもんだって俺焼き鳥屋三軒茶屋の焼き鳥屋行ってシャレとーと思ったもん、みんな東京弁やもんメンバーにお前あそこ焼き鳥屋シャレとーじゃん、みんな東京弁じゃんみたいな、そりゃそうだよねまあそういうこともありましたけどもですね、ということで山手さん、はい、歌うなんかどうしようか、
したこれどうする行きましょうかそれかこれあ俺が歌うの違う俺はいいよ向きは山手さん山手さんが山手さんが山手さんが歌うどういういやいやいや一緒に歌おう俺とおかしいやろそれあ俺の歌一緒に歌わ俺歌おうかなもうこのバラバラ感がね変わりませんよこれ生放送で今日だってもう今日このビル休みだって分かんなくて俺帰ろうかと思ったのそこ前が閉まって入れないまあビル全体休みの時はねあの正門っていうかあの大きなあれが閉まっててねちょっと横から入んなきゃいけないって忘れてなんだ今日休みかと思って帰ろうかって何するの俺の歌でいいインスピレーション嘘やりましょう知っとうと散々聞いたもんことぶきとかでもあこんな歌んやねそういや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 本当、じゃあやりますかインスピレーションひでちゃんわかる適当に入っていや知ってますよ知ってる散々やった散々やったって特別な夜をお前にあげよう今夜だけインスピレーションレーションレーション2回くださいよ全ての夢をお前に託してノックノックオンニュードアワッのプリズナー俺は鎖に繋がれ夜をさまよう野良犬 Walking the street 噂話に今日も花を咲かせる Only Lonely 俺にはとてもいいことさ Walking the streetI'm not sure
だけインスピレーション、特別な夜をお前にあげよう、ノッコニョド、乾いた街のプリズナー、俺は鎖につながれ夜をさまよう野良犬、 Walk in the street、 わずかばかりの金に体を削ってる、ホーリーロリー、俺にはどうでもいいことさ、 Walk in the street。 憧れはいつも夢見る TV ショー、インスピレーション、すべての夢をお前に託して、ノッコニョド、インスピレーション。ということでインスピレーション、楽しかったね二人で、楽しい、もう打ち合わせらしいでこういうのいいよね、二人とも遠慮してたりなんかしてで遠慮し合う、あの北九州男児という、ということで今日は山鉄さん、ご紹介しておりますけどもですね、今後のまあライブスケジュールはあれですけどもバンド、今のバンドになってどれぐらいになるんですか。もうでも18年。あ、そうなんだ。もう俺しか残ってないけど、買ったけど、あ、その Z っていう名前で、Z、名前でも18年で、いろんな、まあ、メンバーは変わったんだ。あ、そうなんだ。結構あれだもんね、わがままだもんね。なことないけどもうちょっとあれだ、ちょっとあれだ、そうやめていってしまうメンバーが抜けるの女に振られるみたい。ああ、それあるよね。どうしようかこれからみたいな。ああ、それある、ね、新しいのが見つかったってこれあ、結構気が多いの。なことない、ほんと、うん、特にギターは俺一途って言われてるの、大体あの一人の女の人はずっと長いよ。ああ、うん、そうです。あなたもそうでしょ。そうそうそう、ね、やっぱ九州のやつってそう、うん、なんかね、そういうとこあるよね。でもバンドもずっと始めたらずっとね、うん、諦めずにこうね、やるっていうね。 でもあれでしょ、なんかあの子供たち教えたりもしてるの。はい、そういうのあれだけどね。いや俺でもね、俺もあの先週の室岡健二君も、うん、あのやっぱ不登校の子供たちの学校、ね、に行ってたんだけど、子供たちを見てるとやっぱり時代もこう分かるし、だんだんこう今の時代がどういうふうに変化していってね、うん、子供たちがどういうふうなその感情とかいろんなあの、まあ、10年前はまた違った、ね、精神状態だったり、まあ、世の中もそうだしね、あの変わっていくのが分かるよね、子供とかとね。ちゃんと向かえばついてくるね。逃げ腰やったら子供すぐ分かる。分かるよね、そう、子供一番正直やね、うん、ガーって行けやなんとか。そうやね、ね。そうか、やっぱりそれをやりながらやっぱロック魂を、ね、そうですね、子供たちにね、いいですね。でも ね、うん、やっぱりそういう、僕もたまたま十数年ですけども、そういうとこで、俺教えきらんけど歌やら、その代わり30分で声が出るようになるからね、うん、俺のクラス来たら、
腹蹴ったりしないけどであの重いものをやっぱり持たせるわけよ、うんうん、声出すときにバケツでも両手にハッてこう声出すわけ、絶対腹式になるよ、うん、でもうそういうことから始まって、で俺もずっと歌って声、ね、枯れたらどうするかとかさ、そういうことを教える、うん、あの本に書いてないようなことをね、うん、そういうのはあったけどね。じゃちゃんとした先生いるよ、いるんだけどいや俺みたいなものも必要なのよ、うん、だって暴走族の頭とかいたんだから、で俺のコーラスしてたけどね、しばらくそういうのも、うん、よく話してたやん、その話。そうだねなんか追ってからそうそうお互いにね、ということでね、今日山手さん、はい、最後にじゃあなんか締めてみますか。何する、これジミークリフ、はい、あジミークリフいいじゃないですかね、え真子さんと、これ寿でやってよくやってたの、寿賞 で、 ですごい評判いいから、あっおっさんたちがうわええねえって、ほんとでもおっさんがベロベロで「兄ちゃん2番待ちごとった」って言われて「貸しとんねおじさん」って寿賞いろんな人がね、いろんな人がいましたよね、僕も楽しかったけど ね懐かしい思い出いきますか、うん、Many rivers to cross、はい、many, many, 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 many.
しいね、山手さんの Many rivers to cross Many rivers。 これでもあのいろんな歌手とかいるじゃない、はい、どう影響されたのもありますか。影響されたのはポール・ドジャース。ポール・ドジャース好きだった。大好き。あ、やっぱね、死ぬほど真似しました。俺もしよったしよったよ。だいたい歌のもんは尊いよね。あの感じ、ね、ポール・ドジャースやろ。こんなキンキン声やけはならん。ポール・ドジャースどっちかちょっとブルーアイドソウル系だもんね、うん、そうそう、フリーが大好き。そう、フリーやろ、うん、俺もシュートも。もう、まあ、もうね、大体そんな感じよ。フリーね。バッドカンパニーはあんまりやってなかった。いや、やったけど、ちょっとパッて明るくなって、うん。ああ、そう、確かにね。あの感じが、あれっていう。ああ、そうか、そうか。ねえ、あの、ボーカルが通る道っていうのは、うん、あるんだね。うん、結構、うん、サム・クックとかああいうのは。あ、サム・クック。好き好き。大体みんなそうやろ、うん、でもサム・クックスタジオ版はもうライブ聞いてほっとしたけど、あスタジオすごい不思議やん、なんかふわーって、うんうん、絶対できんと思ったけど、うん、ライブ聞いてほって、うん、なるほどね。ということでね、今日山手さんですけどもですね、高橋誠さんいかがでした。今日初めてねお会いご紹介したんですけどもね、はい、もう素晴らしいですね。いやいや本当にあの北九州は侮れないでしょ。侮ったことはないです。いや、そうですか。いや、もうアウェー感があってね、誠さん、申し訳ない、なんかの先週からね、九州そんなことないですよ。先週からも九州弁護とか、そうですか。増下さんはいかがでしたでしょうか。ね、なんか今日は山手さん初めてですけど、素晴らしい、ありがとうございます、ね、かっこいいね、うん、声が、うん、そう、先生すごい、先生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 って知った九州でさ、先生がなまっとったからね、九州の。いや、大体学校の先生がなまってるんだから。そうそう、だから昔さ、あの号令とかあったのよ、だから、うんうん、こう生徒全体座れってやってさ、やーやーってみんなで、ね、生徒がやーって座んのよ。でなんでやーだったか分かんないんだけど、うん、そのビートルズの影響かもしれない。生徒全体座れやーとか言ってね、座ってたよね。なんでやーだったか分かんないよね。ちゃんとやー言わんと、これちゃんとやーでしょ。なんでやーだったのかね。でそれが北九州大体そうよ。でね、校長先生に対し「礼」かなんか言われてさ、もうそれ学校の先生がなまってたから。でも面白かったよね、でもね、うん、今だからでも子供はなんか過保護すぎない、うん、大事にね、まあ、悪いことじゃないと思う。悪いことじゃないけどね、なんかあまりにもさ、あのなんか泥遊びとかしたらいかんみたいなね。俺なんかもう絶対すんなよってこと知ってたもん。まあこれ絶対すんなよってもしたくなるもんね。あ、そういう子供でしたけどね。それちょっと危ないけど。今もそうかもしんない。変わってない、変わんないけどね。またどっか飲もうか、飲もうか、ね、もうそういう話ばっかりになって、今日はねライブもねしたいね、今日はねあの Z の山手さんご紹介しました。ありがとうございます。高橋誠さんありがとうございました。秀ちゃんもありがとうございました。サラズバンクのお二人もなんかまたぜひね、あの、ゲストでお見えください。あの忙しいみたいでね、あのね、あれ、トモちゃん、トモちゃん、トモちゃんがシャイでね今日来てますね。トモ子さんね、はい、ということで、高橋誠さんありがとうございました。ありがとうございました。松下俊さんありがとうございました。来週のゲストはですね、またこれ九州続きますね、はい、田川ですね、今度はね、田川から田川行きましょう。野方飯塚田川といえば九州のデルタ地帯と申しますけどですね。リエリー金平さん、ブルースピアニストですね、はい、楽しみにしております、はい、ということで、今日も素敵な時間ありがとうございました。皆様熱中症にはくれぐれもお気をつけいただきたいと思います。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。 懐かしき友がいる、忘れかけてた思いが体に染み渡る。
また